フィルミクテスモントは、低 GC 顔料とグラム陽性に特徴を付けられる細菌のもんである。グラム陽性低 GC 顔料細菌とも呼ばれる。200近くの属を含み、細菌の中では、プロテオバクテリアモンに次ぐ多様性を持つ。腸内細菌や皮膚状細菌、病原菌あるいはヨーグルトなどの発酵食品を通じて人間にも比較的な地味の深いグループである。 カレクサ菌とその画法グラム養成菌はフィルミクテスモンと合成 GC 含量は55%未満で40%前後のものが多い。特徴的な耐久構造である画法を形成する能力を持つ種が広い分類範囲に含まれることから画法形成能力を持った編成研究性の祖先から進化してきたと考えられている。学名は 細胞壁の構造に由来しており、ラテン語でファーマスフィルムスキュータスクティスという意味になっている。ただし、国際細菌米名規約は門の階級について規定しないため、厳密に言えばファーミキュッツは学名ではなく、ただのラテン語名に過ぎない。ファーミキューテスはこれを英語風に発音したものである。解分類としては語行が知られている。歴史的には、 モネラガイを代別する4門の一つであり、グラム陽性菌すべてを含む門としてフィルミクテスズナ、放線菌鉱、デイノコッカスサーマスズナが分類されていた時期もある。その後性質の違いにより、バシラス、クロストリジウム類以外が分離され、さらに1 6エース,スナで系統が整理された結果、新たにウェイロネラカなどもフィルミクテス門に分類される結果となった。 クロストリジウムズナやワシラスズナは生、科学的性質に基づいて分類されており、今後分類が再編される可能性がある。なお、系統的に近いモリクテスズナに関しては、フィルミクテスモンに含まれる場合と、テネリクテスモンとして独立させる場合で意見が分かれている。バージー、エスマニュアルセカンドでは現在テネリクテスモンを分けているが、近年の系統解析では、 フィルミクテスモンに含まれる見解が支配的である。可能連鎖吸菌通性、または変性後期性のグループ。バシラスと名前はついているが、これはバシラス属に由来するものでこの綱の性質を表すものではない。ラクトバシラス目は無画法で乳酸発酵をする種を多く含む。バシラス目には画法を形成する多くの種が含まれる。カレクサ菌。 炭素菌やブドウ球菌が、バシラス目の代表例である。破傷風菌弁成菌規制。多くが、画法形成能力を持つ。この角の代表的な生物であるクラーストリディアム。属は、破傷風菌やボツリヌス菌など、地球上で最も強力な毒素を産生する能力を、持つ種を含む。ウェルシュ菌もクロストリジウム属に含まれる。クロストリジウム目は、 ヘリオバクテリアと呼ばれる光合成細菌も一化、含んでいる。16S の配列によって定義されている小さめの、鋼。哺乳類や鳥類に分布する、通性菌寄生菌。8属を含む。嫌気性で、グラム陰性に染まる一群。31属を含む。外膜を有する。サーモリサバクター属の一属のみを含む。鉄を還元する、変性菌寄生菌。 ありがとうございます。